2023年4月最終週公開の主な映画はこちら。やはり注目は何といってもザ・スーパーマリオブラザーズムービー。全世界興行収入も1000億円目前。日本が生んだスーパースターが世界を股にかけ B ダッシュ爆進中。満を持しての日本公開は見逃せない。そして同じく日本生まれ、車田正美原作の名作人気漫画をハリウッドで実写映画化したセイントセイヤザ・ビギニング。主役のセイヤ役は新田真剣佑、そしてロード・オブ・ザ・リングや X メンに参加したファミケ・ヤンセンが出演しているバトルアクションヒーロー映画。鈴木亮介、賀来賢人、中条あゆみ主演の大人気ドラマ劇場版東京 MER 走る緊急救命室も今週末に公開。気になるのは先々週公開した名探偵コナンがマリオをどこまで食い止められるのか、やはりコナンは強いのか、それとも世界を席巻しているマリオが初登場1位を決めるのか。ここが見逃せないポイントとなっております。週末の映画、皆さんはどの作品を見に行くか決めましたか？アニャ・テイラー・ジョイ推しの私はピーチ姫、もといザ・スーパーマリオブラザーズムービーを見に行く予定です。ということで、2023年4月最終週公開の主な映画でした。 See you next week. バイバイ。